このまま回帰の板位置、さあ前線でのプレーということにもちろんなります。一気に運んで、アンデここまで赤のシュートに行った。いやあと押し込んだ、ただ落ちた。これはその後詰めてというところで、これはオフサイド。いやただ今安西が一気に駆け上がって、ちょっと、はい、そうですね、はい、ここからです。この左サイドでボールを受けてからもう中にね、バットインしてドリブルで一人で運んでフィニッシュまで来ましたから、はいはいはい、まあ、セカンドのところね、仲間選手もしっかりと狙っていましたけど、まあ、少しね出ていた。